甲子園は、はい、やっぱりあの1試合が思い出というか。そうですね、やっぱあの1試合だけだったんで、自分がやれたのも、まあ、そうですね、高校時代の一番の思い出ですかね。結構こういろいろと翻弄された世代ってことですよね。はい、はい、まあそうですね、結構コロナの関係でいろいろ学校行事もこうやって野球もいろいろ制限されてたんですけど、まあここの甲子園でやれたのはすごく自分自身も大きな経験になりましたし、すごい楽しかった思い出はありますね。またプロになってこうやって投げるかもしれない機会が巡ってくるっていうのはどうですか。はいはい、いやもうやっぱ立場も違いますし、今求められているものっていうのもだいぶ変わってきてると思うので、そうですね、今はもう本当に一人のプロ野球選手としてチームの勝ちにつなげれる投球を、まあ、どこの球場でもやりたいなと思います。甲子園で投げるって決まっ、あの投げるかもってなって、はい、昨日もちょっと談話出されてましたが、先輩たちになんかどんなこと言われました。はい、やっぱ甲子園っていうのは独特の雰囲気も感じるっていうふうにはミーティングの方でも言われてましたし、ちょっと他の球場よりも特殊なマウンドっていうのは、まあ、話の中で出てたので、そこにしっかりと対応して、まあ、いつも通りの自分の力を出せる方法っていうのをいろんな人に聞いてやってましたね。またナイターの甲子園ってアマチュアでは経験できないですもんね。はい、まあ、あまりナイターっていうのはないんですけど、まあ、前回の神宮であったりその前の、まあ、ドームであったりっていうのはナイターでやってるので、そこの時間帯に関してはだいぶ慣れてきたんですけど、やっぱこの球場の雰囲気をどれだけ感じて楽しく投げれるかだとは思います。敵地のファンの中で躍動するっていう。そうですね、はい、もうやっぱアウェーではあると思うんですけど、しっかりと自分の力に変えられるぐらいのパワーで頑張ります。甲子園の思い出と、はい、ないでしょ。いや、なんでスタジアム見学ツアーで、あのこの芝生あるじゃないですか、人工芝。ここまでしか入れなかったんです。うるさいな。甲子園出てないんですか。え？甲子園。だからスタンドから何回も見てる。あの達也さん見てた見てた。あの清水達也は同じ同級生で、決勝戦あの辺から見てます。あ、へえ。外野席で。外野席ただなんですよ、甲子園。ああ、なるほどなるほど。確か。これ。あれ出してくれよ。全部上から見てました。伊藤康介のホームランもあのバックネット裏ぐらいで見ました。ああ、なるほど。たまたま。なるほど。え、あの試合自体は、はい。アマチュア時代は、あ、ないですね。プロ入ってからですね。あの甲子園で試合したの。でもやっぱプロでの思い出はたくさんあるんじゃないですか。そうですね。初勝利ここなんで。最初はなんか初登板も甲子園なの。もう本当ご近所って感じ。まあでも高校、中学高校の時とかは本当学校終わりにあの阪神の試合見に行ったりとか、夏休みとかも行ってましたね。高校野球見に行くみたいな。どの辺で見るのがおすすめですかね。あ、僕結構まあ安いのはやっぱ外野なんで、外野のセンターのカメラの横とかからだとすごい、なんすか、ピッチャーのコースとかも見れるんで、それは面白いなと思って。でもその頃からなんかその横見、そうそうです、あの辺見てました、いつも。その頃からなんかもう野球を研究してる感じはありました。ないです。いやまあ本当楽しんで見てました、その頃。まだいつかはプレーしてみたいなと思ったんですけど、まあ、プロ野球選手として
なりたいと思ってたんですけど、本当になれるとは思ってなかったんで、当時は変な感じですね。まだこれからどんどんいろんな思い出ごというか、頑張ります。清水選手にとって甲子園の思い出は？甲子園の思い出はいっぱいあります。高校野球時代と初勝利の思い出ですね、はい。どういう存在でした、アマチュア時代の甲子園というのは？一回でもやっぱり立ってみたいなってずっと小学生の頃からの夢でしたね。実際立ってそれよりも大きな目標を達成するということでしたけど、どうでしたか？それはもうまさか自分がって感じで、今考えたらびっくりですね、はい。印象に残っていることってありますか？なんか思い出残って、一番思い出残っていること。まあ、今三塁側ですけど、高校野球の時はほとんど三塁側で、優勝した時も三塁側だったんで、まあなんか懐かしいなっていう景色と、そうですね、あとはブルペンとか今ないですけど、まあ、高校野球の時はあのブルペンからよく行ってたなって、はい、あそこでよく作ってたなと、そういう感じですね。プロでもまたこう縁深いというか球場になりましたね。まあそうですね、ずっとビジターは三塁側ですしね、初勝利もここでこういう景色で見てたんで懐かしいですね、はい。もっとこういろんな思い出作っていきたいところですね、プロで。まあ本当にそうですね、まあ、今やそのコロナでやっぱ大声援っていうのはないかもしれないですけど、まあ、いつかなくなったらその甲子園の大声援っていうのをまたちょっと聞いてみたいっていうのもありますね。まあ山本がよく自分の高校時代とかこうやって家の近くだから見に来てたって言ってたんでね、いつか自分もちょっとお客さんとして、なんでしょうね、ビールとか飲みながらプロ野球の試合いつか見たいですね、はい。高校野球もいつか勝ち割り氷食べながらいつか見てみたいですね。だいぶ先ですね。そうですね、ちょっとまあいつかビール飲みたいですね、ここで。リリーフだと甲子園で投げる機会も増えそうですね、この。まあ、はい、投げたらいいイメージを思い出して頑張りたいです。ありがとうございます。あと車乗るのもちょっと楽しみです。あ、リリーフか。リリーフカー乗るのもなるほど、はい、甲子園はそうですよね。リリーフカーですよね、はい。ちょっと楽しみです。そんなこと楽しみにされてなかなか。そうですね、ハマスター。ああ、ハマスターでリリーフっていうのは一回もないんで、リリーフか持ったことが1年目に1回甲子園に投げたことあったんですけど、まあ、4年前になるので、ね、楽しみですね。ありがとうございます、はい。投げてるの見たかったっす。まあそんな焦るもんじゃないです。巡り合わせですね、これは。もう次回、はい。でもすごい綺麗な場所ですね。気持ちいいっす。ちょっと黄昏れてます、はい。今日はしっかり雰囲気だけでも満喫したいっす。ありがとうございます、はい。
ちゃくちゃ賢いと思ってます。自然中なの。邪魔なら邪魔って言う。いや、やはり、はい。なんか、お前が人笑いぐらい撮るのかなと聞いて。全然やん。これ、なんすか新聞っすか新聞です。はい。新聞の記事っす。頼むよ。文字で笑かすって結構エグいから。はい、頼むどこの新聞あ、連れてそうです。連れてそうです。あ、じゃあいいんじゃないかな。頼むよ。俺って明日試合ないから。明日、だから明後日の一面はお前。最低な先輩だな、お前な。明後日の一面ですよね。はい、できるように。うん。はい、ちょ、お前、やるよ。お前でも、あんま偉そうなこと言うな。何なんすかおい、赤ちゃん。何を言いに来たんだろう